はい、こんにちは。バーチャルの前原です。はい、エイシン君のギター披露第9回目ですね。うん、前回は2月22日に TOKIO の空船を歌ってるんですね。うん。あ、で、今回は何ですか？全然前世か。ああ、前回の最後にちょっとプレビューしたよね。だけど、なんと前回のとはちょっと変わってます。ああ、ちょっとね、もうギターの先生にすごい難しくなりました。ね、レベル上げられちゃったんでね。うん、はい。じゃあ、エイシン君準備ができ次第よろしくお願いします。はい。
疲れた。頑張ったね。長い歌だったね。長い、やっぱフルコーラスだよね、多分ね。すごい疲れた。大変だったね。途中途中ちょっと歌詞が出てこないとこあったけど、まあでもよく頑張ったね。よく歌い切った。よく弾き切った。もう手汗がすごい。よくすこのね、このコードのね切り替えがすごいよ。ちょっとね、途中でパパこれ被ってるなと思って移動しちゃったんだけど、その方がねこれ見えるかなと思って。いや素晴らしかった。素晴らしかったですね、シンくん。お見事。次はもう今あれだよね、ガンガン練習してる曲があるんだよね。そう、奥田民生さんのエンジン。エンジンだ。あのカーズ3のテーマになったやつね。あれを猛練習してます。そう、しかもあの発表会があって、そうそう、それにエイジン君は出る予定で、だからこのストラップもつけてね、今度は立ってやるんだよね。こんな感じでね、こうやって立って、それもね、多分できればビデオなさったらなと思ってるけどね、はい、素晴らしかったです。ありがとう。それで実はね、あのパパもねウクレレを始めまして、まあ、エイシン君と一緒にやる機会があるかわかんないんだけど、実はエイシン君の先生と同じ先生に教わっております。そうそう、これね、そうですね、全然弾けないんだけどね、こんな感じで、こんな感じで今練習してます。で全然コード弾けないんだけど、まあこんな感じでやってますんで、そのうちこれも披露できたらいいなと思っております。はい、はい、はい、ということで今日のエイシン君のギターヘロが良かったなとか、かっこいいと思った方で弾きながらグッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画、そしてエイシン君の今までのこのギターの再生リスト、うん、この辺出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録もあったりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。